点からですね、浅間さんラインの方に入ります。浅間さんラインの方から、来る道順を説明いたします。浅間さんライン入り口から、今は、三代田の方面から、18号を登ってきましたので、左折しましたが、軽井沢からでしたら右折になります。で、浅間さんラインを本当にすぐですね、一つあの坂を登って、ちょうど、そこに防音壁がありますが、ちょうどですねここに、子供飛び出し注意という看板、そこを左に曲がります。そしてですね、ここまっすぐ突き当たると18号にありますので、その手前ですね、ちょうど3ラインと18号の間に、ポーラーリゾート浅間テラス1は、あります。近くの貸別荘の看板がありますが、ちょっとねこちらではないので、今度正面行き止まりになってますが、その手前にですね、ポーラーリゾート浅間テラス1の看板があります。矢印がありますので、そちらの方に左折していただきます。そうすると右手の方にポーラーリゾート浅間テラス1があります。